転車で掘り起こうパート3。今回なんですけども、富士山のふもとで自転車で鬼ごっこができるということで、めっちゃ綺麗。あれだね、やばー、あれだね、あれだね、富士山って映るんやね、すごいわこれ。誰晴れ女、誰はい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 、晴れ女です。ではメンバーを紹介していきます。まずは鬼役をしてくださるしのさん、よろしくお願いします。はい、今回鬼役やらせていただきます、しのです。いやもう全力でいきます。やばい、全力でいきます。はい、結構1時間必死に頑張ろうと思います。まあ一人でも多く捕まえるように頑張ります。続きまして逃げる側、まずはゆかりさん。はい、はじめまして、ゆかりと申します。今回なんですけど、しのさんが鬼ということで作戦を立ててきているので負けないように頑張ります。サイクルガジェット TV あやです。かくれんぼ得意なのでいい感じに逃げ切ります。で、ナナさんお願いします。ナナチャンネルのナナです。何、今日はしのさんをぶっ潰そう。あー、当てる。解決もったいます。40歳のゆみゆみです。最年長やけど頑張って逃げます。後輩ちゃんです、よろしくお願いします。初めてなのでちょっと楽しみたいと思います。負けません。アムちゃんのアムです、よろしくお願いします。作戦とかあるんですか。しのさんにも見つかったら終わりだと思ってるんで、とりあえず見つからないところまでが勝負かなと思いながら頑張ります。よろしくお願いします。続きまして、まさこさん。高倉正義の妹でございます。お願いします。初めてロードバイクに乗るんですよ、人生で初めて。なんでちょっとやばいかもしれないですけど、全力で頑張りたいと思います。で、今回ですよ、ガールズ競輪で人気ナンバーワンの荒川光選手に来ていただきました。ありがとうございます。ガールズ競輪の荒川光です。足が結構こうしっかりされてるなっていうか、鍛えられてますね。ありがとうございます。短い距離は得意なので、追いかけられた時にパッと、あ、着線いっちゃった、大丈夫ですか。これ作戦だったから大丈夫。やばい、でも頑張ります。今回もね、豪華商品が準備されております。豪華景品をかけてガチで頑張ってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。鬼ごっこの舞台は遊園地グリンパ。標高1200メートル、目の前に富士山が広がる。広さはおよそ22万平方メートル、甲子園球場5個に相当。急な坂道と行き止まりが点在する難コース。赤く囲まれた場所が鬼ごっこの舞台。勝者には豪華な商品が。ミカちゃんの青島みかんゼリー、静岡プレミアムティーセレクション、三日日みかんサイダー、 3D マッサージロール、エクサガンハイパー。今回はインスタ360 1X2 と X3 を使って撮影。制限時間は1時間。鬼に追い越されればアウトに。勝つのは誰だ。3、2、1、スタート。楽しいんですけど、ちょっと鬼いらない。いらない、いらない。
その通り、鬼は見てますよ。意外とでもね、この会場見えますね。みんな どこにいてるのかが意外と見えちゃうから、上の方結構多いんですよ。そこ狙いに行こう。結構な急な坂じゃないですかこれ。斜度的に急か。あ、なるほど、ここ面白い。あ、すごい。ちょっとぐるっと回ろう。あ、結構狭いですね。これ、高度が1200メートル上なんだよね。めちゃめちゃ息上がるじゃないですか。もうすでに息上がってます。ちょっとロードが、ギアの変更が難しい。あ、びっくりした。びっくりした。ちょっと。坂じゃないところを探しつつ、下手に攻めたいです。篠さん、坂どこいないかなって。はい、確かにその作戦なんですよね。こっちも保護になっちゃう。狭いし、はい、確かに今回ってて思いました。結構ここも行き止まりですね。把握しとかないとやばいですね。なんかみんな作戦あるとか言ってたくせに全然共有してないんですよね。篠さんってマジで男性並みの総力なんです。マジで見つかったら一瞬で下がるんですよ。だから隠れれる場所を探します。どこかね、隠れとろうかな。とりあえずどこに隠れようかちょっと探そうと思います。最強の相手を前に尻込みする女たち。しかし、さらにその上を行く挑戦者がいた。動かない、動かない。ずっとこの体勢でどこまで決まれるかっていう。僕じゃます。そうです。どっか行ってください。そしていよいよ行きますよ。3、2、1、スタート。うわ、行こう。うわ、富士山めっちゃ綺麗。さっきこの上にいっぱい上がってたの見えたんで、とりあえず見かけた人から行きます。すると見えた。早い。やった。見つかればあっという間に言いましたけど、終わり。ここ
あ、なんか声も聞こえる。絶対捕まってる。やばい。これめっちゃ怖い。あやさん、ちょっと早すぎ。いや、あの一番最初に会っちゃったんですよね、篠さんに。一回見つかっちゃうともうそこからロックオンされたらきついね。そうですね。ね、結構距離空いてたんやけど、やっぱ篠さんやったらあのぐらい余裕で詰めれると思うわ。いや、そうなんですよね。すごっ。一度見つかれば終わり。無敵の篠から逃げ切れる者はいるのか。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。